皆さんこんにちは。どうも世界のコメディアンひよこんです。部活やってた時以来にね息切れしてるんですけど、今回はなんとウーバーイーツを頼みました。ちょっとピントがおかしい。ここよ。なんかさ、私前までウーバーイーツ配達区域外なんだがみたいな言ってたじゃないですか。もう事実だったんですよ。本当に区域外だったんだけど、区域ないんだよ。さハッピーハッピーバースデーハッピーバースデートゥーユーということで、ここが配達区域内になった私が一番貢ぐよと言っていたので、今回は初めての注文で、3個4個僕が頼みました。まず1個目なんか紹介していきます。紹介していきます。ね、総額3000、4000ぐらいなんだけど、なんか1000円オフクーポンがあって、それ多分3000、4000ぐらいです。はい。まず最初、なんでウーバーでそれ頼んだって感じかもしれないですけど、ココイチ、見えんけど、ココイチを頼みました。よくカレーが大好きなので、カレー嫌いな人って言ってもたまにいるじゃん。すごいミステリーな袋の結び方してて、開けられないんだけど。無理やり開けていこう。まず最初、じゃん、ジャンボ餃子みたいな、なんかすげえな、なんかこれはね、中洲のなんか、中洲の麺屋さんみたいなとこで食べました。すごい、こういう風にこぼれない、こういう風にって言ってみんな見えない、見えてないと思うけど、こういう風にこぼれない工夫をされているんですね。要はウーバーの配達員だったら汁物を絶対届けたくない、絶対こぼしちゃうから。なんかこの店がどこか知らないんですけど、なんかね、麺ちょっと辛い麺みたいな、なんか全然見えんよ。まぶくね？閉める？そう、辛い麺みたいなの頼みました。こういう風になってちょっと辛そうなやつをトッピング、なんか全然見えないけどない？辛そうなやつをトッピングするやつです。ゆで卵ひよ、ゆで卵が大好きなので嬉しいです。こちらあるの知ってたけど嬉しい。そして最後に、いやてかさ、こんなメイン丸々メインみたいなやつばっか頼んでるけど、お前大丈夫そうってみんな思ったやろ。大丈夫。最後ね、なんと何を頼んだと思いますか皆さん。すごい無料券、オムライス頼みました。いや、やばいって分かってんだけどね。じゃじゃーん。オムライス、ラーメン、カレー頼みました。あと餃子。まあね、ひよこ大食いアスリートだから、そんぐらい頼まないと話にならないっていうわけですよ。負けてられないんで、そこら辺の YouTuber に。それでは、ちょっと唾飛んだ。やば。それでは食べていこうと思います。これは持参です。でも高校生の時からさ、毎年お花見しよう、お花見しようって言って、一度もお花見、なめにしたことないんだよね。今年こそはしたいと思っとったら、ウイルスが、お幅にしていてね、できないですわ。しかもさ、もう最近全然家から出ないじゃないですか。出ないじゃないですか、出てないんですよ。だから、お買い物の時しか出ないんですけど、食材を調達する時、なんかサバイバルみたいな言い方してる、食材を調達する時しか出ないんだけど、外に全然さ、身内以外と話してなかったから、まあ友達と電話で話すのはたまにするけど、まあそれ以外なんか人と直接話すってことは。このカレーはね、ちなみにチーズカレーを頼みました。私が幼少期めっちゃ食べてたやつ。今見えんけどじゃなくて見えるようにしてって感じよね。ごめんね。あー、すれ合うとおじさん。こちらのオムズは、オムズ。ねえ、何のどこの光もなんか悲しくなってきた。これね、オムズ。オムズは、トマトソースとハヤシライスソース。両方、なんか欲張りみたいなやつにしました。これがこの店で一番人気らしい。どこの店なの？大体なんか全然初めて聞く店だったけど、ココイチ以外全部知らない私。てかさ、ウーバーらしくタピオカ頼みたかったけど、私が唯一頼めるところがあるんですよ。なんか1店舗だけ、まあ、そこも知らないんだけど、そこがなんか配達可能時間外みたいなの書いてて、昨日の夜見てもそれだったし、今日の朝見ても昼見てもそれだったし、なんか閉めてんのかなっていう感じですね。はい、やばいね、私がウーバーを頼める時がやっと来たのかっていう、そんな感じ。それにしてもこれどうやって食べる？スプーンとか何もついてないけど。まあ、いいか。これも箸ついてないけどどうやって食べる？あ、なんかオプションで箸とか書かないといけない感じなの。マジ？じゃあ、要は割り箸そこに隠してるか、そこって言ってもわかんないか、そこ、に隠してる。そこに隠してるから大丈夫。じゃん。セブンイレブンヘビーユーザーなので。っていう
けど、私最近コンビニも行ってないね、そんなに。何やってんだろうね、最近。なんかもう廃人のような暮らしを送ってます。本当に、マジで。キッズが泣いてる。みんなに豆乳のあれを見せたいと思います。豆乳じゃーん！バイ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 。なんかさ、めっちゃ辛いみたいなやつだったけど、全然辛そうじゃないって言おうとしたらこれか。これを入れたら辛そうになるんか。なんかこの麻婆みたいな。イエーイイエーイイエーイすげえ汚れるぜこれ。手が。びっくりびっくり。すごい、そんな感じね。はいはいはい。あー、ツルツルだ、ツルツルだぜ、ドン。おー、すごい、意外と、うわー、すごいすごいすごい、うわー。これ低評価つけるに値するぐらいのあのヤバさなんだけど、絶対つけんけどさ、すごすぎ、もうびっくりしちゃうんだけど。じゃあこれが麻婆じゃない、これ肉、こっちが麻婆、なんか麻婆と肉両方入れますみたいな、知らんけど。ドーンドーンっていうよりぬるんって感じだね。じゃーん、こんな感じ。美味しそうですね。これ。オムライス。それではカレーからいただきたいと思います。ちょっと冷めてそう。まあ、冷めとけばちょうどいいんじゃないよ。猫舌だから。おー、いただきます。うん、うん。チーズがめちゃくちゃまろやか。うまっ。カレーって最高だな。とーっても美味しいです。これマジでやばそう。てかさ、ここだけの話、なんかさ、ちょっと待って、ここだけの話ってよく言うじゃないですか、私。でもね、それはね、初期の頃、それを言ってた初期の頃はふざけて言ってたつもりだったの。ここだけの話、だってここだけの話なわけないじゃん。こう全世界にアップロードしてるのにさ。ここだけの話になるわけがねえ。だけど、もう最近はガチでここだけの話って言ってるんですよ。本当になんかここだけの話っていう用途で使っちゃってる。なんかやばい私。それでさ、ほぼ毎回ツッコミ来るんですよ。ひろこんちゃん、ここだけの話はワロタみたいな感じでツッコミ来るんだけど、それに対して前は、よくわかってんなと思ったけど、最近は、そうだったみたいな感じに、なる。ただそれだけ。あ、確かに辛い。これ辛さ10分の6って書いてたんだけど、10段階でちょっと多くない？で、6ってちょっと高くない？なんか旨味があんまないかもな。ただ辛い。なんかめちゃくちゃぎっしりこの量だ。すごい。なるほどねって感じます。オムライス。まずはトマトソースの方から。オムライスってさ、なんかオムライスの気分じゃないなとか言う時なくない？常にオムライスでいいんだけど。ああ。なるほどね。はいはい。なるほどね。なんか、まあ、普通に美味しいけど、なんかね、似てる。なんて言うんだろう。フードコートのオムライスみたいな。なんていうの。オムライス専門店のオムライスって、なんだろうな。ご飯が美味しいのかな、すごく。けどなんか、フードコートのオムライスの味がする。っていう、私の最大限の感想は運ですね。全然美味しくないことはないけど、ココイチが一番美味しいんだけど。
よく辛口評論家とかじゃないからね、みんな。あの、人より美味しいって言いたがらないやつとかじゃなくて、本当になんか、うんっていう。うんっていう感じ。ゆで卵が一番美味しいね。ココイチうまい問題。福岡の人の参考にしかならないと思うんだけど、この旨味しかなく、ただただ辛いなんかやつが、博多辛味噌タンメン、小盛り、笑いに盛る。エモとかかな？あ、エモだ！エモ！エモっていうとこ、天神南店っていうとこで、オムライスが神田卵券、福岡天神店です。お食事中の方がいたら、10秒間だけちょっと耳を閉じてください。私、敏感性胃腸炎みたいな話したじゃないですか、この間。また下痢を発症してトイレに走り込んで10分が閉じこもってきたので、冷めているだろうなーって。残念だなーって。ぬるい、うまい。私的にぬるいは全然許容範囲なんですよね。猫舌だから、むしろちょうどいいぐらい。てか、このココイチを届けてくださった男性の方、あの、私の家がどこか分からずに電話をかけていらっしゃ、電話をかけてきたんですよ。確かにちょっと難しいんですけど、この3個頼んだから3人いたんですけど、全員なんか宮川さんみたいな顔してたんだけど、なんか、3人中2人はもう普通にスムーズにこう来たんですよ。パッパッパって。パッ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 パって。で、最後の1人が、ずっとね、地図見てたし、思ったら迷ってんなと思って、それ案の定電話かかってきて、どこかわからないですって言われて、そうですよねって言って、家の裏にいらっしゃったから、地図を見たら、あ、私、取りに行きます、そこまでって言ったら、あ、先生ね、本当にありがとうございますみたいな言われて、ラーメン屋の店主かなぐらいと思ったんだけど、まあ、それ取りに行って、そしたらさ、バイクに2個ポンポンとあって、こう、最初に目に入った方が、なんかカーキのめっちゃおしゃれだよ。これかなと思って、こう、右に目をポーってやったら、こう、あ、明らかにあの人だっていう人がいたの。で、その明らかにあの人だっていう人が、ピンクのね、すごい派手なジャージを着ていらっしゃって、びっくり。私、ヤンキーかなと思ってちょっと怖くなっちゃったんだけど、どうしようと思ったけど、まあ、行かなきゃと思って、あ、すいません、ありがとうございます、みたいな言って、こんにちは、みたいな言ったら、あ、こんにちは、むささん、みたいな言って、こう、差し出されたから、あ、ありがとうございます、取ろうとしたら、ヒュッて取られて、おうおうおう、みたいな。で、フェイント見たら、おう、おい、おいおい。サッカー選手顔負けのフェイントをかましてきたんだけど、サッカー選手の時の何か知らないけど、まあ、フェイントをかましてきて、もうすげえ、なんなのと思ったら、なんか、お名前よろしいですかって言われて、あ、なんかヒヨゴン、今、泥棒扱いされてると思って、名前ヒヨゴンです、ヒヨゴンですとか言ってないけど、ヒヨゴンですって言ったら、そうですか、ありがとうございます。どうもね、すいません、ありがとうございますっていう。面白い。ヒヨゴン楽しかったよ。あ、まあ、あと二口くらいなんだけど、カレーは。ちょっとカレー置いといて。なんでね、お腹いっぱいになってるかヒヨゴンわかるんだ。多分、普通、今までの私ってか、まあ、普段通りの私だったら、こんだけ食べても多分お腹いっぱいになってないと思うんだよ。でもなぜお腹いっぱいになっているのか、私にはわかります。なぜだと思いますか？これです。いちごチョコミントアイス食べたから。しかもさ、後半も、でもさ、アイス食べること集中できなくて、なんかこう、アイス食べながら他の人めっちゃ目いて、なんかアイス食べながら他のことをしちゃうんですよ。みんな、コロナ危ないから目をかくのはやめましょう。ヒヨゴすげえ書いちゃって今、ビクビクしている。アイス食べることにだけに集中するのは無理だから、なんかその集中できなくて、すごい、今ハマってる、なんかバブルゲームみたいなのあるんだけど、それやってて。最後めちゃくちゃ溶けててさ、そのジュースみたいに飲んだんだけど、それがもうすっごい腹に来た。なんか食べれる人食べれない日の差が激しいんだよね、私。
毎回過信しすぎてこうなるんだけど、まあ全然いいよ。私が夜ご飯で食べれるし。夜ご飯2回ぐらいあるから私。全然ね、1日を使えばこんな量ペロリンチョなんだけども。いや、この動画でやってるからやっぱり、ねえっていうところでありますよ。はい。今回の食べ放題ということでね、大食いじゃなくて食べ放題ですのでね、お腹いっぱいになっちゃった。ポンポコリン、ポン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 ポコリン。ふぅ、リタイアです。ヨコリタイア。なんかいっぱい食べたけどそうでもないような気持ちがしていて、なんだかパペットマメと。ね、今日もありがとうございました。見てくれてどうもね。またUber Eats届くようになって調子に乗りたいと思っているから、Uber Eats企画またやれたらなと思います。よろしくね。よろしく。で、この食べ放題みたいなやつは大人数でやった方がいいですね。でも、要は YouTuber 友達が福岡に一人もいないですから、一人でやるしかないです。寂しいです。それじゃあね、みんな。あんにょー。よう昼寝するよ。おやすみねー。